さて、昭和3年の今日、オランダのアムステルダムで開かれた第9回オリンピック大会で三段跳びの織田幹雄選手が優勝。大会参加16年目に初めて日の丸の旗を上げることができたんですね。ほら、大きな日の丸が上がってます。さて、感激のオリンピック入場式、日本選手の登場です。織田選手、我に称賛あり。アムステルダムに来ても練習に練習を重ねて優勝。世界中がびっくりしましたね。そしてこの大会の日本選手団の紅一点、人見絹枝選手が 800m で2位に入賞。今度は水泳の鶴田義行選手が優勝。結局この時は金メダルが2つ、銀メダルを1つ獲得しましたね。でも主催者側はまさか日本が優勝するとは思わなかったんで、表彰式の時、君が代を演奏するのにさざれ石野というところからやったりしましたが、まずこの第9回オリンピック大会は日本中を大いに沸かしましたね。